1839年の水浴のスザンナ。海から上がるヴィーナスと共にその年のサロンに出品された。ルーブル美術館所蔵。ルイ・マルコット・ド・キベール。海から上がるヴィーナスは19世紀のフランスの画家、テオドール・シャセリオーが1838年に制作した絵画である。主題はギリシア神話の愛と美の女神、アプロディテの誕生である。旧約聖書の ダニエル書に主題を取った、水浴のスザンナと共に、翌年のサロンに出品された。シャセリオーが本作品を描いた時若干19歳で、あり、サロンに出品されると、人々は、その壮熟な才能と技量に共嘆し、水浴のスザンナ以上の好評を博しただけでなく、テオフィール・ゴーティエラ批評家たちの注目を集め、小説家バルザックに購入できなかったことを悔やませた。 1844年に本作品のリトグラフが制作されたほか、1900年にはパリ万国博覧会に出品された。現在はパリのルーブル美術館に所蔵されている。夜明けの光に照らされる海岸に一人の女性が立っている。彼女が誕生したばかりのヴィーナスであることは足元に描かれた2枚以外の貝殻によって示されている。ヴィーナスは海水を含んで、 重くなった長発を両手でつかみ上げ、海水を絞っている。画面右前方からの陽光は、ビーナスの白い肌を一際輝かせており、反対にうつむいた顔に淡い影がかかる様子はどこか、物悲しく、憂いに満ちている。シャセリオは柔らかい影で体に丸みを与えており、さらに空と中継を暗くし、円形と近景に陽光を当てることで、 ドラマチックな光と影の効果を与えるとともに、ビーナスを画面から浮かび上がらせている。新古典主義の巨匠をドミニクアングルのもとで学び、その才能を愛されたシャセリオーだが、アングルの絵画に特徴的な正面性も、デッサンと線への強いこだわりも本作品には見られず、5年前にフランスを去った死の影響よりもむしろ後に系統を深める。 ロマン主義の巨匠ウジエヌドラクロアの影響を認めることができる。構図は、ティツヤーノやアングルと同様に縦のビーナスと横の水平線を組み合わせたシンプルなものだが、正方形に近い横に広いキャンバスにビーナスを描くことで、空間はより開放的になり、背景を描くことによって、神話の女神を描いただけにとどまらない神話的、叙情性,性を作品に与えている。 本作品と水浴のスザンナは共に水辺に立つ女性を描いており、右を向いてうつむいたポーズをとっている点でよく似た作品と言えるが対照的な点も多い。例えば生まれたばかりビーナスに対し、スザンナは既婚の豊満な女性である。また本作品の舞台が開放的な海辺であるのに対し、水浴のスザンナは森の中の泉である。さらに汚れのない女神と、 高色な二人の老人の視線にさらされるスザンナという点も対照的である。両腕を上げたラフ像はシャセリオーが好んだモチーフで、これ以降もエステルの化粧、アポロンとダプネ、テピダリウムといった作品に見ることができる。イメージの源泉については、ビクトル・ユーゴーの東方詩集の追憶するサラやアルフレッド・ド・ミュッセの詩集、ローラのシクとの関連性も指摘されている。 一点の油彩画集作が知られている。タブローと比較するとビーナスのポーズはほぼ同じだが、より直線的な立像となっている。また円形に島は描かれておらず、画面全体が明るい。現在はパリの個人像。1848年まで美術コレクターであり、シャッセリオのパトロンであり、友人であったルイ・マルコット・ドキビエル。1900年まで、そのコピエール・マルコット・ドキビエル。 さらにその後、アルフレッド・エマニュエル・ルイ・ブールドレーのコレクションの一部に含まれていた。1919年に所有者が死去すると、翌1920年、ブールドレー家は、グルジアの貴族の出身であり石油採掘で成功した、ジャック・ズバーロフに、海から上がるビーナスを売却した。ズバーロフはその年のうちに、ルーブル美術館に寄贈し、イゴドウ美術館に収蔵されている。 ありがとうございます。